皆さん、今回はシンプル簡潔さは最強の戦略であるという本をご紹介します。この本は現代社会における情報過多の問題に対してスマートシンプルという概念を用いてコミュニケーションを簡潔かつ効果的にする方法を紹介しています。著者たちは私たちが日々直面している情報の洪水に対処するための実践的なアプローチを提案しています。ぜひ最後までご視聴ください。まずこの本が注目している現代社会の特徴について触れてみましょう。著者たちは人類史上かつてないほどの速さと量で言葉が飛び交う現代を言葉のもやと表現しています。私たちは毎日チャット、メール、SNS、ビジネス文書など様々な媒体を通じて絶え間なく情報を受け取り、また発信しています。この状況はある種の中毒症状とも言えるかもしれません。しかし問題はそれだけではありません。多くの人々がこのような情報過多の時代にあっても、依然として1980年代と同じような方法でコミュニケーションを取ろうとしているのです。その結果、使える時間は減り、選択肢は増え、集中力は絶えず乱されています。つまり、私たちは知らず知らずのうちに、とてつもない難題に直面しているのです。では、このような混沌とした状況下で、重要なことに注目してもらうにはどうすればよいのでしょうか。著者たちの答えは明確です。それは、コンテンツの消費のされ方に自分を合わせることです。自分の理想やかつて正しかったやり方にこだわるのではなく、現代のコミュニケーションのあり方に適応する必要があるのです。そこで著者たちが提案するのがスマートシンプル、すなわち賢明な簡潔さという考え方です。この方法を身につけることでノイズを払いのけ、最も重要なことを伝え、価値ある考えを分かりやすく伝えられるようになるといいます。さらに、この思考とコミュニケーションに関するアプローチには感染力があるため、周囲にもポジティブな影響を与えられるのだそうです。本書の第3部簡潔にする実践術の第13章仕事を簡潔にするでは、特に職場でのコミュニケーションに焦点を当てています。著者たちはスマートシンプルが最も効果を発揮し、欠かせないのは職場だと主張しています。仕事上のコミュニケーションにスマートシンプルを取り入れ、効率的なやり取りを行えば、職種を問わず、仕事の遂行能力と評価を飛躍的に高めることができるのだといいます。具体的には、上司や同僚があなたのコミュニケーション能力の向上に気づき、時間の節約や有益な視点の提供を評価してくれるでしょう。そして、その結果として報酬を与えられる可能性が高まります。さらに、多くの人々が効果的なコミュニケーションを苦手としている現状を考えると、スマートシンプルを身につけることで、あなたは有利な立場に立つことができるのです。著者たちは、様々な企業の CEO との対話を通じて、多くの人々が現代の情報量の多さに圧倒されていると実感しているそうです。しかし、この状況を逆手に取れば、魅力的で明快なコミュニケーション能力を身につけることが大きなチャンスにもなり得るのです。実際、調査によると日々の業務にスマートシンプルを導入することで仕事上のコミュニケーションが大幅に改善されることが判明しているそうです。本書ではスマートシンプルを実践するための具体的なヒントも提供されています。例えば、メールによる重要な連絡事項は、簡潔に書くこと、管理職の立場にある人は、週次の連絡事項を簡潔でスマートなニュースレター形式で配信すること。プレゼンテーションでは、スライドの数を制限し、簡潔な見出しと箇条書きを活用することなどが挙げられています。この本は、現代社会で生きるすべての人々、特にビジネスパーソンにおすすめです。情報過多に悩まされている人、コミュニケーションの効率を上げたい人、仕事の生産性を向上させたい人にとって非常に有益な内容となっています。本書を読むことで次のような効果が期待できます。まず、日々の情報の洪水に渦漏れることなく、重要な情報を効果的に伝達する能力が身につきます。また、職場でのコミュニケーションが改善され、仕事の効率が上がるでしょう。さらに、簡潔で明快な表現力を身につけることで、プレゼンテーションやレポート作成のスキルも向上します。結果として、仕事の評価が高まり、キャリアアップにつながる可能性も高まるのです。加えて、このスマートシンプルの考え方は仕事だけでなく私生活にも適用できます。
日常のコミュニケーションを改善し、人間関係をより良いものにすることができるでしょう。また、情報の取捨選択能力が向上することで、ストレスの軽減にもつながります。最後に、この本の重要なメッセージは、変化する時代に合わせて、コミュニケーションの方法を見直す必要性です。著者たちが言うように、これは一種のリセットと言えるでしょう。私たちは、これ以上疲弊しないために、そして、さらなる成功を収めるために、このリセットに挑戦する価値があるのです。シンプル簡潔さは、最強の戦略であるは、現代社会を生き抜くための、新しい武器を提供してくれる、一冊です。情報過多の時代に、効果的にコミュニケーションを取り、成功を収めたいすべての人におすすめします。ぜひ、この本を手に取り、スマートシンプルの力を、自分のものにしてください。きっと、あなたの仕事や人生に大きな変革をもたらすはずです。